私がこの部屋を見つけたのはインターネットの不動産サイトでした。いわゆる大手のサイトではなかったのですが、契約や家賃の振り込みなどはすべてネット上で行うという変わったサイトでした。逆に手間が省けるし、何よりも家賃が格安だったので、私はそこで契約を結び、このアパートに引っ越しました。私には学生時代から仲のいいマキという親友がいます。マキは少し変わった子で、昔から霊感が強い子でした。ねえ、やめた方がいいよ。日当たり悪そうだけど。でも安いし。前に子供が住んでたんじゃない？屋上もあるみたいよ。マキはこの部屋を見たとき、私の引っ越しに強く反対をしました。何でもこの部屋には飛び降り自殺をした女性の霊が取り付いている、そういうのです。貸しましょうか。すいません、お借りします。この日当たりが悪いから洗濯も大変よね。私の部屋も日が入らなくて、
最近引っ越してきたんです。そうなの、うちは子供もいるから毎日洗濯しなくちゃいけないし、洗濯バサミ使い終わったらそこの箱に入れといて。はい、ありがとうございました。あ、302号室の宮武と言います。私はあの不動産サイトに載っていた管理会社の番号に電話をしてみたのですが。おかけになった電話番号は現在使われておりません。番号をお確かめになって。その時私はマキが言っていた言葉を思い出しました。飛び降り自殺した女性の霊。飛び降り自殺した女性の霊がいる。
アミ？いるの？アミ？大丈夫？アミ、アミ、すぐに解約をしようとインターネットであの不動産サイトを探したのですが、アドレスが変わったのか結局見つけることができませんでした。でもそれは当然のことでした。その後に知ったのですが、あのマンションは随分前から誰も住んでおらず、取り壊しが決まっていたそうです。